のね、旅するの。うん、旅で、一応その予算がまあ10万円で、今回の目的地は富山県。生きて帰るのが目的にしよう。全裸で大自然を歩くよ。すごーい。おはよう。ゆかちゃん、なんかうなさっとったよ。え、うん、すいません、こっちが寝言喋ってたで。いや、寝言よく食べるんですよ。でもな、すごいむにゃむにゃやっちゃ、めっちゃ気持ちよさそうに寝てた。なんか私、なんか食べてるらしいですよ、いつも寝ながら、うん、黒漬け。おはようございます。おはようございます。先ほどホテルをチェックアウトしました、はい、今からね、はい、歩いて10分ぐらいのとこにあります、うん、富山城。イエイイエイ。富山城に行きたいと思います。富山城さ、うん、なんか知ってる？歴史っていうか知識みたいなあります？ない。どこにもないよね、うん、前田なんちゃらがいたみたいな。で、なんかお城の中も撮れるらしいんだよね、うん、なんでちょっと皆さんにも勉強になるようなことが、はい、取材できればいいなと思ってます。見えますか？わかりますか？見えた。ほら、来ました、富山城。ベベン。横切りましたね。ベベン。到着ですね。あ、ちょっと一応儀式だからやってね。飛べてね。キップできないでしょ。飛べてない。やってみ。いや、大丈夫です。やってみて。やってみて。本気。サクちゃん、お手本見して。はい、目カッチやって。やばい。真剣？真剣ですよ。こういうさ、ラスになっちゃいちゃう。富山城は1543年にこの地に築かれ、その後何人かの武将がこの城を領有しました。なんで知ってんの？一人じゃないんだ。1639年。え、書いてるから。富山藩が成立し、怖いわ。1879年に富山県が設置されるまでの約およそ230年間、なんか書いてるからって。富山前田家が13代にわたって、イライラする。書いてるの読んでるだけなのに何が怖いの？え、なんで分かってんだろうと思って。え、だから書いてるからって。ここ見てなかったからびっくりした。本当今イラついたわ。びっくりした。ずっと怖がってんだ。何回も言ってんのに。なんでと思って。あ、見て、天守閣に誰かが登ってる。本当だ。乗っていいんだあそこ、すごい。じゃあ早速行きますか。天守閣まで入っていいお城って珍しいよね、うん、なんかさ、あのイベントごとじゃないと入れなかったり、入れるするよね、うん、あの。いいです。はい、潜入しました。富山城の内部にですね、ついに来ました。なんかね、なんか撮影全部撮っていいらしいですね。フラッシュさえたかなければって言ってましたね、うん、動画で助くことはないので、ほぼほぼ。いや、勝ちましたよ。これはですね、土を見て、ね、大体この年代とかね、すごいよね。あとね、調べる人っていうのがすごいですよ。うん、うん、前田利政、利次でいいのかな。利次じゃないですか、この人が。うんね、利次さんのお城なのかな。入城って書いてます、うん、整備したのは前田利次長。すぐ、すぐさんが入場です。年長なの。年政。え、政。政したさ。
笹さんなりますあたねでも誰の城って言ったけど、とりあえず前田家の城ってことは分かったの。前田さん家ってことですね。前田さん家にお邪魔します。応仁の乱してるよ今。はい、してわかりました。最初は神保さん家だったってことですね。最初は神保さん家、そう、それ見たら暗いわ。それで、その後どうにかこうにかなって前田さん家になる。そう、はしょったねだから家取られたから。え、取った、あ、取った人おなりかぶと、すっごなっか、いやいや、本当長い、本当にバランス取りづらいし、これ重いでしょうに。私このマーク好きだなそれなん、どんな感じ？わかんないけど、めっちゃセンスあると思う。なんか何にも縛られてないよ、ね、マークだって言い切った感じがする。この人だとなんか縛られてる感じすごいしますね、うん、する。日本っていい国だな。たった210円でちゃんと歴史が知れる。低い位置行ったね。本当だ、低い位置行ったね。あ、きっと子供たちが見やすいようにこうしてあるんだね。優しいな富山県っていや富山県優しいな。何段登るか教えて。何段登るか、あ、なんか海で62段登りました。はーい、はー、うん、すごい。そこにもきっと何かあったんだ。そうだね、あの石垣にはあのまんじとかがあったかもしれないよね。いい風はい、ということで一周しましたね。一周しました。武将になった気持ちでここに、武将になった気持ちになった。ということで富山城でした。どうでした？富山城でした。でくる宝くじに挑戦しますよ。100万当たったら新幹線で帰ろうって言ってるんで、グランクラスで帰る。グランクラスで帰ります。もうワンちゃん出たら10万だからねせーの、うん、ご飯をたくさん食べる人はたくさん出るんだ。プリプリ